台風が近づく中、小鹿市で開催されたラグビーの試合。オレンジ色のジャージを着るのは、今年4月浮橋に誕生したラグビーチーム、瑠璃色福岡です。チームにとって初めての公式戦、緊張のせいかなかなか噛み合いません。ハーフタイムに厳しい表情を浮かべるのは三又尚徳選手。かつてプレーしていたコカ・コーラレッドスパークスは去年廃部、さらに移籍した宗像サニックスブルースは今年活動休止。チームを相次いで失いました。なんかびっくりでショックが混ざってる感じで、言葉が出てこないっていうか。それでも九州でプレーするのにこだわりました。そんな時にチームの代表から声がかかり、決意したといいます。自分出身が鹿児島っていうのもあって、地元愛じゃないですけど、九州でラグビーがしたいなっていうのはちっちゃい頃からずっとあったので、やっぱりこうルリロ福岡ができるって聞いた時には、嬉しかったですし。地元のイベントにも参加する地域密着のチーム、地元ファンも期待を寄せています。キハでこういったチームができるというのは、やっぱ地元にとってもですね、大変活気づいていいことなんじゃなかろうかと思ってますし、たくさんこうラグビーの選手がここの町に来て、町の皆さんもこう熱狂してもらって、雰囲気が明るくなって、人がたくさん入ってきてっていうような絵が描けてきたら面白いのかなっていうふうに思います。ルリール福岡をもともとなんか自分たちが入って大きくしていきたいなっていうのがすごくありました。そして昨日の試合、5対13で後半を迎えます。8点差を追う展開ですが、対戦相手の鋭いタックルに思うように攻められません。5対16とリードを広げられ、迎えた後半38分、鎌田健太郎選手のトライ、4点差に詰め寄ります。しかし最後までパスをつないで懸命にアタックしますが、12対16と4点差でノーサイドです。いやー、悔しいっすね。始まったばっかなんで、課題しかないですけど、これでまたみんな気持ちとかスイッチが変わっていくんじゃないかなと思います。チーム誕生から5ヶ月、ここまで来れてまずありがとう。で、ここから始まるけん。迎えた初戦は悔しい結果となりましたが、浮橋から日本最高峰のラグビーリーグを目指す挑戦は始まったばかりです。